新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは PC と円安。今日は雑談です。パソコンの買い替えるのでいろいろこうずっとチェックしていていろいろ思うところって、まあそんな話だね。執筆、小説の執筆にそのパソコンの能力ってそんなに大したものは必要ないんだけど、小説講座でね、動画を編集してそれを配信するっていう、そういう作業があるもんですから、執筆用のパソコンとそういう動画編集用のパソコンって、こうやって同じようにやってるのでね、実は割とオーバースペックなパソコン使ってます。今使ってるのがデルかな、デルで、まあXPS のシリーズを使ってるんだけども、それだと、インテルの CPU が i7 で、メモリが48GB とか、62GB とか、そのぐらいのものを増設して、で、やってんだけど、まあ、そこまで大きいものは必要ない小説にはね。だけど、まあ、しょうがないなっていうことで、で、何年かに一度こう買い替えるわけだ。で、前のマシンを買って、5年経ってきて、その前のマシンがさ、こう、もうシステムディスクが SDD なのよ。だもんで、ある日突然止まるし、結構ハードに使ってるし、まあそろそろ重くなってきてるので、で、この SDD とさと、要は C ドライブと D ドライブ、D ドライブっていうのは、その SDD だけだとストレージとして容量が少ないので、で、それに足すことのハードドライブが入ってるわけなんだけど、これがもう両方とも最初に性能で突っ込んでそのままになってるので、もう寿命だろうと。で、じゃあ、抜き差ししてみる、入れ替えて、で、もうちょっと寿命伸ばそうかっていうことも考えなくはなかったんだけど、その、XPS8930 のハードディスクと SDD の乾燥方法っていうのをずっとこう調べてみると、あまりにも大変なので、ね、ちょっと心が折れてさ。で、それでじゃあ新しくなるかっていうと、マザーボードそのままだからさ、別に新しくなるわけでもなし、まあ消耗品はね、ハードディスクとソリッドステートディスク、SDD だけなので、まあそう言いつつも CPU だとかも、
まあ、CPU i7 使ってるかよっぽどいいけどね、グラフィックボードだとかをざっとチェックしてみると、そんなに悪いものではないので、朝から晩までずっと編集作業やってるわけじゃないからね。まあ、そうは言っても仕事で使うものなのでね、その昔、その i3 のさ、インスパイロンっていうエントリー向けのやつで動画を編集してた時は、本当に一晩中、レンダリングで一晩かかってたからさ、まあ、そのことを思うと、もうあっという間にできるからね。で、編集っつっても編集作業なんかほとんど大したことやんないからね、字幕やらないし、基本トリッパーだから、ここまでのもの必要あるかなと思うんだけど、まあそうも言ってらんないのでね。んで、こう5年経ったわけだ。こう、その前のマシンから今のマシンに変えたときには、その、大きく変わったのっていうのはハードディスクがその SDD が HDD になったの、 HDD が SDD になったので、そこが大きくあったかな。とにかくシステム、 Windows のシステムがとにかくそのファイルがでかくなったもんで、ハードディスクで起動するとすげえ時間食うんだよ。うん、まあそのこともと SDD というのは非常に起動も早い、その差はあるんだけど、今回か新しくなった、新しく性能で取り寄せるぞっていうことで、いろいろスペックをこう見比べてみるんだけど、あんま変わんないよねっていう、まあ SDD じゃねえ、 SSD だった、ごめんごめんSSD が容量が若干大きくなったぐらいかな。まあメモリーもそのままで、グラフィックボードも大体同じかな、というふうで、という、まあスペック見ていくと、そんなにそのあんまり技術的にパソコンって進化してないよね。あ、一応言っておきます。僕は、ノートパソコンではなくてデスクトップ使ってます。あれこれほら、やっぱり、その、拡張性というのがあるのでね、幸い、くっそどいながに住んでるので、スペース的な問題はないのでね、だから長時間作業しても疲れない。ということで、外付けモニターを使い、で、キーボード使いやすいやつ、おまけでついてくるキーボードってストロークが甘いからさ、こう間違えてタイピングすることが多いので、で、キーボードだけはいいのを使ってます。トープレの、でっかいやつね。そういうのを使ってます。で、今までデルを使ってたんだよね。デルってさ、安いんだよ。必ず初期不良があるっていう。そういう欠点があるけどね。3割方安かったのよ。で、買って、で、こう、同じスペックだと3割方。違うのでね。で、デルはなぜか分かんないんだけど、メモリが安い、メモリがその高いので、だから買ってきたら、それはそれとしてメモリは別に自分で買っといて、マザーボードの仕様だけチェックしといて、で、届いたら自分でキャビネット開けて、そのメモリを入れ替えて、あともう一つやんなきゃいけないのが、一つ一つ動作確認をするのよ。そのデバイスのね、特にそのコネクタ周りがさ、
必ずどっかトラブるので、だからこう部品の抜き差しね、まあそれで接触不良、大抵はさチャッチャッチャッと組み立てて、はい OK っていう感じで出荷されてるので、だからこう抜き差しして、それで接触をきちんとやっておくと、そうすると正常に動くっていう、いかにもこういうさ設計思想がアメリカだよね。アメリカで設計して中国で作るって、日本で売るって、だいそういうシステムだったな。んでこの間その配信用に何年か前にマウス、マウスコンピューターを買ったのよ。その時はノートパソコンだったので、でノートパソコンで割とお高いやつだったんで、ノートパソコンだとキャビネット開けてとかってアーダのコーダのってやるの大変なので、でじゃあもうとりあえずそのお値段には目をつぶって品質のいいのってことで、それでマウスコンピューターにしたんだけど、でまあまあちゃんと動くのよちゃんと動くって変だけど、なのでマウスの見積もりも取ってみたのよ。だいたいこのスペックでこれで、だいたい予算このぐらいで、ゲーミングパソコンまでのものは必要ないけど、やっぱりそのそこそこ画像編集ができるもの、プロユースというほどそこまでハードなものではないけれども、やっぱりそこそこのものが必要っていう。で、それで、その、オフィスが使える。腹立つよな、マイクロソフト。なんだよ、このマイクロソフトの、その、パワポが使えるやつっていうと、こんなに撮るのって。あ、かんかんかん。まあ、そういう風だと、いう。で、見積もり取ってみ、作ってみて、取ってみてって自分で作るんだよな。自分でこう、必要なスペック見て組み上げていくので。で、見たらさ、出るとあんま変わんねんっていうか、出るの方がむしろ高いんだよね。っていうか、まあ、そんなに、高いというほどではないけど、ほとんど変わらないので、いや、ほとんど変わらなくて、もう出るって何年も使ってるけど、毎回毎回その初期不良があるからさ、初期不良があってそれを点検してチェックして、でそれでなおかつさ値段が変わらないんじゃさ、そりゃお前話になんねえからさ、その何十万かするものの、3割が安くなるから、だから我慢してキャビネット開けてさ、せっせとさ、チェックしたりするわけでさ、いや、一緒だったらお前やんないよと思うので、なんでこんなに値段がさ、出るの方がこう値段が上がったんだっていうか、出るとマウスとでこんなに値段変わんねえんだって思ったんだけど、マウスコンピューターって日本で作ってんだよな。だから円安で相対的に日本の人件費が安くなってるから、だから鳴らして、その中国の人件費が上がってんだよ、要はその関係でんだなっていう、まあそんなこと思ったところでございます。どうでもいい話でごめんなさい。ただまあそんな具合でね、今見積もりを出したので、見積もりを出してすぐには買わないよ、一晩寝かせる鉄則だね。見積もりと見積もりとメールはとりあえずすぐにはレスポンスせずに一晩寝かせる、これ鉄則だからね。っていうことだね。メールも今は予約配信送信というのができるようになったので、受講生からのメールもさ、
ほら山のように来るメールをさってこうついついこうレスポンス書いてるとついつい物言いがさ厳しい物言いになって、あいかんって後で反省することがあるので、受講生からのメールは書き上げたらそのだいたい1週間ぐらいだな、1週間ぐらいとにかく予約、発信予約をしておいて、すぐにかあの送り返さないようにうわしてます。誤字脱字があったら恥ずかしいっていうことと、やっぱ頭に血が上ってることって結構あるので、それでもちゃんと取り返しが効くようにっていう、見積書も一緒、あこれ必要だからと思って、まあ大体必要なもの大体出揃ってるよなと思っても、もうちょっと一瞬待つって大事だったりするからね。まあこれ1台買うと5年は買わないので、で届くとまた環境整備がめんどくせえんだよな。ねえ、まあ文句言ってもしょうがないけどね。まあ執筆環境の話はまあまたそのうちします。俺の執筆環境の話なんか誰が聞きたいんだろう。それを言い出したらおしまいだけどね。この番組のお便り、ご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えていただけると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大読物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところでではではでは失礼します。